いと思います。というわけで今回新たに始まる企画は、現役のサッカー選手が1週間本気で減量をしていく超過酷な1週間だが、果たしてグローリーは1週間という期間で減量に成功するのか。笑いあり涙ありの1週間が今ここに始まる。1週間ダイエット生活。はい、おはようございます。今日はついに結果発表の日です。はい、1週間やってきたガチダイエット生活、今日で最終日です。今体重測って最終結果で、初日が 97.12で、今日今から体重測って何キロになってるかっていうのを見ていきたいと思います。早速測っていきたいと思います。おー、すごい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 、えぐい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 、めっちゃ落ちてる、やばい。待って待って、やばない、初日が 97.12 とかやったから4キロちょいか、1週間で4キロちょいだ。ほんまに頑張った。いやー疲れた。体重がね4キロも落ちてたんで、あのほっこりしたお腹はどうなってるか見ていきたいと思います。マジですごない、これめっちゃすごない。1週間で腹筋割れるまでいった、すげえ。はい、ということで、1週間ガチダイエット生活、結果はね4キロ体重を落とすことに成功しました。マジで頑張った、やりきった感がすげえ。あー嬉しい。まあほんまこの1週間振り返ってみたら、たった1週間やけどやっぱり今までの食生活とかを一気にガラッと変えてね、こうトレーニングの強度とかも上げて頻度も上げてってやったから、1週間やけどやっぱきつかった、めちゃくちゃきつかったな。いやほんまきつかった。まあけど絶対に毎年やってることやし、毎年これは乗り越えてることやから、まあそれを今回は企画としてね、こう YouTube に乗っけようと思って YouTube に乗っけたんですけど、まあ、毎年こんぐらいきついことをして一気に落として、こっから徐々に徐々にこう落としながら体重慣れていって、でベストパフォーマンスを作るっていう感じなんで、まあそれを今回はこういう風に企画でやったんですけど、トレーニングとかご飯とか作って、いろんなトレーニングしたり、それもちょっと振り返ろうかなと思って、まあトレーニングの面では何が一番きつかったかな、バービージャンプがいっちゃんきつかったかもしれん。今思ったらバービーめっちゃきつい。やっぱ体にもきつい、心肺的にもきついし、めっちゃきつかった。うん、バービーきつかった。俺の高校の時とかもよくバービーをやらされてたんですけど、まあ、ほんまにやる意味があるなと思うトレーニング、あれはめちゃくちゃきつかったっすね。まあ他のトレーニングももちろん全部きついし、やる意味あるトレーニングなんですけど、あれがきつかったから一番。まあご飯の麺では何がいっちゃ美味しかったやろ。でも、まあ、オーバーナイトオーツと出会ったのはもうマジでこれ革命やし、これはめっちゃうまい。オーバーナイトオーツはマジでおすすめやな。多分これからも俺食べていくと思うし、ずっとオーバーナイトオーツもうまかったし、本当何うまかったかな。あ、そうや、めっちゃ見た目は悪かったけど豆腐ハンバーグ、うん、これめっちゃ美味しかった。最後の最後に出てきたやつなんですけど、豆腐ハンバーグが美味しかったな。
まあ、この1週間振り返ってみてもすごいきつかったけど、やっぱ自分に勝たんと、普通に減量したいとかダイエットしたいという人も全然おると思うし、まあ、そういう人たちもね、絶対自分に勝たないと絶対成功はできないんで、そこを自分に勝てるようにこの動画を見てそう思ってくれれば嬉しいかな。まあでもほんま長いようですっげえ短い1週間でしたが、まあいろんなこと頑張れて、これをね YouTube で見てくれてる人が少しでも面白いとか勇気もらったとかね、いろんな風に思ってくれれば俺は嬉しいかなと思います。いやー1週間ダイエット生活終わった。頑張っていきます。はい、いただきます。はい、おはようございます。